おはようございまっちょ。フォルテです。シャキン。本日は、ピアノを20年間やってきて良かったメリット、トップ5を伝えていきたいなと思いまっちょ。僕は、3歳からピアノをやっており、現在23歳です。やっと、20年の到達です。というわけで、早速トップ5を伝えていきまっちょ。まず一つ目、職業にできた。これはね、嬉しきことなんですけども、僕生まれてきてまだ一度も就職活動したことありません。大学卒業してから、まあ音楽家として活動すると決め、まあ東京に出たりとか、まあいろいろあったんですけども、 YouTube を使ったりとかして、で今年してから全国ツアーとか演奏会を本格的に開かせてもらうことができ、まあピアニストという職業だったり、まあ司会業だったり、まあいろんなことをやり始めました。そうです、ピアノを弾くことが職業にできました。演奏を YouTube で伝えるのをピアノが弾くことが職業です。ありがとうもっちょ。というわけで、一つ目、職業にできた。二番目、努力の仕方を学べたですね。これね、結構大事なことなんですけども、ピアノっていうのを20年間続けてきたんですよ。小学校の時、幼稚園の時、ちっちゃい時から、皆さんが友達と遊んでる時、僕はずっとピアノ弾いてました。もう、はい、お母様、ピアノ弾きますみたいな感じでね、ずっとピアノ弾いてきました。まあ、それによって、努力を知りましたね。どういうことかというと、やっぱり、何かに挑戦しようとした時、初めって、すごく挫折しやすいんですよ。なぜかというと、まあ、慣れてないっていうのもあるし、これって僕どこまでいけるのって言ってすごく不安もあると思うんです。だけど、まあその時はね、僕頭がパッパラパーだったので、お母様にずっと言うこと聞いてたんですけども、ずっと続けてきたことによってやるっていうね、その努力を知ることができました。まあそれによって続けることの大切さを知れた僕は、もともと100キロあったんですけども、ダイエットに成功もしましたし、いろんな面で、努力をやめずにすることをやってくることができました。で、別にそれは結果がついてくると話はまた別です。もちろん僕も人生をかけてピアノ弾いたこともあったけど、僕の思うような結果がついてこなかったことが何度もありました。まあね、結果なんかな、どうでもいいんですよ、人生の過程でね、その結果は。うん、僕は努力をやってこれたっていうのはね、その時すごくね、どんな結果だったとしても、その時は悔いがなかったです。ということで、努力をする幸せを知れました。楽しいんですよ。夢中になってる時って、夢中になってる時は自分がやってるこれは努力だと思ってなくて、やらないといけない、追われてた、あーってなってる感じだったんですけど、まあ後から考えてみるとこれは努力だったんだなって思います。そして3つ目、自信がついた。まあね、これってすごく大事なことで、まあ筋トレをすると自信がつく、まあ自己肯定感が上がってっていうね、話とかも聞くとは思うんですけども、自分はこれだけピアノに人生を捧げてきた、何かに人生を捧げてきたっていうね、自分の中で曲がらないやってきた信念ってものがあります。隠れだったとしても、あなたがもしずっとピアノをやってきたのなら、その心っていうのはやってきたっていうね、思いは変わりません。ということで、自信がつきます。まあ、自信がつくとなぜそんなにいいのかというと、自分はこんなにピアノを頑張れたんだっていう自信は、例えば他のことにもつなげれます。社会に出て何か挑戦しようとなった時も、まあ何十年こんだけピアノ弾いたのと比べたら全然大丈夫、まだまだいけるっていうね、自信だったり、俺はこんなに忍耐力あったんだよと、1日2時間ピアノ何十年も弾いてきた、この2時間を例えばね、勉強の時間に変えようかっていうのはね、まあピアノと比べると、まあ簡単に感じたりとかする時があると思います。てなわけで、自信がついた。これが3つ目です。4つ目、これは何と言っても、仲間が増えた。これはものすごくね、どんな趣味、どんな自分が熱中していることにも共通します。自分が一生懸命一つのことをやってると、共通の仲間ができます。まあ僕も、ピアノをやってきて、で、これからピアニスト、音楽家として活動したいって時に、ネット活動を始めました。そうすると、
ピアノをやっててネット活動をしてる人たちと仲間になることができました。これは別にネット活動っていうのはネットでピアノ弾いてる以外でも SNS を利用してる方とかだったら僕はつながることができました。ソリタさんとか、あとはカティンとか、あとはまあシオタンとか、テッコちゃんっていうね、あのバイオリンじゃなくてサックスの友達がおるんですけども、まあ共通の音楽の仲間が増えました。同世代の、これってあのすごくね嬉しいことなんですよ。なんでかというと、僕普通の大学でして、まず仲間がいなかったんですよね。人生をかけて音楽をやっていこうっていう。で、まあもちろん音楽の仲間はいたんですけど、就職せずに音楽家として生きるっていう仲間は僕の大学には基本的にはいませんでした。ということで、まあ共通の悩みっていうのがね、やっぱそのつながった音楽家の中では盛り上がる話題となったりとか、あとは今後自分がやっていこうとしている仕事とか話した時に、やっぱり共通の仲間だとすごく話が盛り上がります。そしてまあ僕も頑張るぞと、そしてみんなについていきたい、置いていかれないっていうような気持ちにまあなったりとかで、思わぬアドバイスをもらったりとかして、急にピカーンってねひらめいたりとかして、まあすごくね楽しいわけなんですよ。まあでも毎日毎日楽しかったらねダメだと思って僕は岡山にいるんですけど、でまあ東京に行った時にはその仲間たちと会うっていうね楽しみがあります。僕の中でも東京に行く、友達たちに会いに行く、イベントの一つとして仲間と会うっていうのは必ず予定として入れております。そのぐらい、自分としては仲間っていうのはね幸せなものだと感じました。さらに今後その仲間たちと一緒に仕事をしたりとかする機会も増えてきて、まあこれからの人生が楽しみっていうのも、やっぱ仲間ができたから楽しみが増えたってこともあったので、めちゃくちゃ仲間が増えてよかったかなと思います。ピアノ以外でも関係なく全て同じなんですけども、さっき言ったね仲間も結構似てるんですけども、5つ目は人生が豊かになった。もうねこれはね、まあ、筋トレしてても思ったんですけど、あの、ね、それやっぱピアノも考えた時もピアノもそう思いました。まあなんでかって言ったら、知る喜び、まずうーわーこのショパンのワルツ、うん素敵やんって思った時のこの知る喜びとかで、その知った曲を、この学んだ曲を弾ける喜びとか、あとはまあ僕ね時々特別レッスンイベントを開催してるんですけども、セミナーとかも開催してるんですけども、その時に自分の学んだことを伝えれる喜び、そして自分が今まで人生で学んできた中の最善の策を伝えれる喜びっていうのは、まあ自分が人生こんだけピアノ弾いてきた経験があるから伝えれることなんで、ああピアノやってきてよかったなって思います。僕がずっとやってきたことを伝えれる喜びっていうのは大きいです。まあコメディアンピアニストみたいな感じでマッチョなピアニストで活動してるんですけども、まあ、僕の演奏会ってまあ喋るんですよ。半分ぐらい喋ってます。半分ぐらい喋って半分ぐらいピアノ弾いてるんですけども、こんな演奏会許されませんでした。まあ許されてるかわからないですけどね今もでね、まあ許されなかったんですけども、僕はおしゃべり向けコンサートってね、ピアノの名前が一個も入ってないコンサートを開くことができました。そしてこれからも開きます。全国ツアーが始まります。これっていうのは何よりも幸せなことなんです。人生が豊かになりました。まあこれなんでかと言いますと、自分がそのやりたいことをちゃんと伝えれた、皆さんにで伝えて足を運んでもらって、まあどちらかと言ったらお客さんというよりも僕の来てくれる方はみんなどちらかというと仲間みたいな感じでね、あの思ってるんで、でありのままの今の自分を、今までおはようございますフォルテですってやってるとか、あーとかやってることがそのまま受け入れてもらって、演奏会という場所で、まあホールでみんなでその僕の仲間の前で演奏を披露できるっていうのはね、まあすごい人生は僕豊かになったかなと思います。もちろん恐怖もあります。っていうのもやっぱりね、やっぱ仲間って家でもさすがにやっぱね、あの今東京の今度コンサートとかね、1000席のホールとかでもやるんですけども、それも全部埋まってて、やっぱりさすがに1000人ってなると緊張するんじゃねえかなとか、自分の中でやったことないんですよ。いくらね、みんななんか友達意識持ってくれてるかもしれんけど、なんか1000人の前ってやっぱりね、なんかゼロが増えるとやっぱ緊張感とか変わったりとか、
あとやっぱりその、なんかね、いろんな緊張感を持ち出しました。まあでもね、やっぱりありのままを伝えていきたいんで、おはようございますのまんまのフォルテで行こうかなとは思ってるんですけども、まあそれができる喜び。まあみんなでそれで盛り上がれる。で、なんかしまいには、なんかトルコ行進曲、僕みんなで歌おうと思ってるんですよ。あ、今度ね、それまた言わんといけんけど、そのちゃんとした説明動画出さんといけんけど、演奏会に来てくれた人は、まあ、僕もちろんトルコ行進曲弾くんですけども、トルコ行進曲プラス、みんなでなんかね、セッションみたいなのを考えてるので、まあそんなことを仲間たちとできるっていうこの喜び。楽しいじゃないですか。いわゆるもう宴会みたいな感じですよ。イエーイみたいな感じですよね。まあこれがね、僕のクラシックコンサートなんですけども、まあまあこれ以上言うとね、まあちょっと怖いものもあるもので、まあそういうね、楽しみが増えたっていうのも人生が豊かになった一つかなと思います。そして結局は一番は達成感ですね。難しかった曲、弾けなかった曲が少しずつ弾けるようになった達成感。まだ23歳でピアニストとして活動して、まだ本当に1年も経ってないです。ピアニストとしてはまだ全然もうバブーです。赤ちゃんです。バブーです。だからこそ少しずつ自分が上達していったのが分かる達成感っていうのがね、感じることもできます。だからまあやってきてよかったなっていうね、その人生が豊かになるっていうのはこういうことなのかなと、まあ身に染みた23歳フォルテなわけなんですよ。てなわけでね、よかったらまあ皆さんもね、この持ったことっていうのはね、共通するかなと思うので、ピアノをやってきてよかった5選を紹介させてもらいました。ここまで見てくれてありがとう、マッチョ。というわけで、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ。マッチョ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 。